はあ、重たい、ずっしり。こんにちは。今日は越郡愛荘町にありますくよもん農園さんにお邪魔して旬なお野菜をウォッチさせていただいております。くよもん農園の久保田くよもんと申します。本日は大変ご苦労さんでございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。これ全部キャベツですよね。あっちからあっちまで。これは寒玉キャベツですか？これはね、これは寒やね。寒玉、うん、あすごい。こうしてわフレッシュ、すごい水分が、うん、違うんですか味も？あのキャベツは3種類あるんです。寒玉とあの春キャベツって言われる玉と、あとあと高原キャベツっていうのがあって、あの3種類あるんですよ。そのうちあの今の時期取れるのが寒玉って言われる、いわゆる夏ぐらいに巻いて今の時期ぐらいに収穫する寒玉が有名ですね。はいね、だいぶ、うん、締まってきてる。これはもう、これはもう取ってもいいです。すごい。もうこれはこんで全然。これ。あ、水が。おお。おお。どんどんお水がバタ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 と出てくる。みずみずしいフレッシュキャベツ。キャベツ作りの土とかで何かこだわってることとかってありますか？まず土作りやね。土、あの有機質を掘り込んで、はい、土を混ぜてこうして耕して、で微生物にこう土を良くしてもらってこういういい土になるんですね。コロコロのいい土です。あ、やっぱりネバネバしとくとあかんでね。パサパサと根張りが、うん、キャベツってすごく肥料をたくさん食う野菜として有名ですよね。結構肥料をどんどんやらんと。そうですよ、ね、どういうものをあげてるんですか？この肥料も有機質も入った肥料、油かすとか、はいはいはい、そういった肥料。あ、そうなんですね、土が健康なんですね、すごく。まあ、そういった肥料もちょっと、まあ、化成肥料も使わんことはないけどね、なるべく有機質のものを使うということで。そういう肥料も使って。素晴らしい。このキャベツを収穫した後ってこの畑ってどうなるんですか？あ、また次に耕して、はい、で来年はこの田んぼは、はい、あのお米を植えます。あ、ちゃんと稲作されてるんですね。はいはい、今年はキャベツ、また来年はあの水筒をやって、はい、でその次また麦やって、うん、でまたキャベツが、はい、そういう感じで稲作していって、はい、もう空いたる時がないように次から次にと順番にいろんな作物を。何か生かしておくとね。あ、元気で遊ばせておくともったいないですね。そうですね、もったいないですね。はい、あ、これいきます、うん、これいきます、うん、と何枚目から取るかっていう。そうやね、ちょうど手のところだからここでいいですか？ね、下ろして持ち上げて、お、着きました。こいつからもこのこれをもう2、3枚取っていったら、これを取って、もう1枚取るね。すごい大きい。
うちわより大きい。もっと。もう一枚か二枚。もう一枚か二枚。もう一枚。はい。はい、どうしよう。こっちへ、ここを。切った。こんな感じでいいですか。おお、めちゃくちゃ。あれ、すごい。すごい。とにかくみずみずしくて葉がすごく締まってて、歯ごたえを想像してしまいます。シャキシャキっていう歯ごたえが。かじりたい。大体キャベツは10兆部。10ヘクタール。10ヘクタール。はい、ほど今年は作付けしてます。そして、まあ、農産物入れて、市場とかそういうところへ。もちろん、クヨモン農園さんの直売所でも。あ、直売所でも。取れた本当にすぐそこで今朝取ったやつを福山農園さんで福山農園の直売所で販売してます。そのおかげさんで結構毎日たくさん買っていただいてます。これは欲しい。これは